Go! ファンキーズゲイ！どうもファンキーズのケンショウです。ホームでーす。LP でーす。2024ドラクエの日記念、ドラクエ3装備3人で弾けるまでジェムぶっぱーシェイ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 3画面同時引き。さあ、唐突に始まってしまいました。今回は2024年ドラクエの日ガチャ3人でぶん回してくで。ドラクエの日とは何ぞや。まずそこから教えてくれ。ドラクエが生まれて38周年なのよ。まず記念すべき日です。今日は撮影日、ね、3800個もらったぞ。ありがたやありがたやからのドラクエ3のリウォークイベ来たね。ガチャのこの武器、ドラクエ3のパッケージの勇者の演出ですよ。めちゃめちゃかっこいいで。なるほどね。これは使いたいわ。3やったことない人は分かんないんでしょ、この良さが。分かんねえよ、分かんねえよ。多分使えば分かる。これはかっこいい。強いのか強くないのかで言うとどうなの。めちゃめちゃ強い。でも必ず直撃するっていう効果がマジで強くて、相手の守備力計算を無視するんだよ、うんうん、そうするとまあ大体多分ね 1.78 倍ぐらいの火力出ると思う。オス戦向きよ。これでようやっと地図がクリアできるぜ。そうだね。黒龍丸のデイン撃たれて苦戦してる。先に撃つんだデインは。あいつ強いからな、デイン地図が。あいつマジ強いからな、うん。みんなどうなの、今日どこまで引くのこれ。これさ、ちょっと教えてもらいたいんだけどさ、この体験が強いわけでしょ。体験強い。体験がゲットとできたらもうそこで撤退みたいな流れになるの、それとももう全部揃えた方がいいの。課金帯にこれはよると思うけど、基本的には武器さえ手に入れば撤退でもいいと思う。ああなるほど。一応 ね、このね防具たちも全然強いんだよ。メリットはまず MP3 ずつ回復するんだよこいつら。今までって2だったから3ずつ回復するっていうね。 MP 効率がまず集めれば集めるほどいいっていうのが一つと、あとは普通にデインの威力が最大火力で出る防具ですよ。これそもそもさ、セットアップで揃える意味あるの。当然かっちょいいっていう意味はあるんだけど、正直ちょっと型が古いデインの装備でも近しい火力が出る。当然ね、ちょっとは上乗せされてるんだよ。なるほどね。ただ武器の技はビサどこじゃない、圧倒的に強いと思う。じゃあ狙うはやっぱ武器、武器なんだよ な、 だな。あとね、盾は汎用的だからいろんな武器と合わせられる。盾も喜んでいても、はいはいはい、剣が大当たり、盾が中当たり、他が小当たりです。いや、なんか破壊の鉄球の時のあれを思い出すね。破壊の鉄球の時な、あれも盛り上がったよな。あれも引けなかった。そうだよな。Pさん力尽きてケンシロウも相当沼ったよあれ。俺チケットで引いたからな、終わってから。10連とかじゃなくて、なんか中途半端なやつで引いてなかったの。いや、そうだよ、ほんと。普通前回したら出たのよ。よかったなあれ。お前なんで持ってんのみたいになったもんね。うん、そうそうそう。YouTube 当たるや。どうだから今日、そんなやりたくないんだよ俺。Pさん、前回引けなかったトラウマになってんねこれ。まあそうだよ、引けずに終わってるってことは引けるイメージが空いてないからね。これね、ちょっと P さんにはごめんだけど、コングは相変わらず引ける気しかしねえわ。コング強いみたいなガチャな。特にドラクエのガチャコング強いやな。任しとけ。じゃあそれでは本編いきましょう。よいしょ。チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録お願いします。さあ10連目いきましょう。よいしょ、来たぞ。いくぜいくぜ。まずは流れ星流れてる。闇ガチャ、闇ガチャ、俺も来てるぞ。一個じゃあもう、いやいいな。何クリスタルクロウ、何ラミアスだ、ラミアス、ラミアス、もう外れの中では当たりなんじゃない。当たり、外れの中では当たり、意味が分かんない。外れの中で当たり、あとピックアップされてないけど古いやつだけど、その中では結構いい。いやいいや、ちょっと P さんとケンシロウなんか幸先いいじゃねえか。クリスタルクロウはちょっといらんな。うん、違う。一番手だったのクリックド。そうそうそう、ラミアスは悪くないけど、まあ持ってもな。何も引けなかったわ。20連目いきまーす。はい、ピーさん、戦闘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 に来ちゃう、戦闘に来ちゃう。戦闘あんま嬉しくない。あ、俺最後、俺最後。来たよ、来たよ、来たよ。コンペさんも来てる。王者の盾やってる。王者の盾やってる。やってるよ。王者の盾やってるよ。最後、これ最後に来た方が熱いとかあんのこれ。ないないない。ないんじゃないの。ないんじゃないの。平等、平等。すごい、すごい、すごい。あー、これもオフル。なになになに、これ当たり、これ当たりじゃないか、これ。これね。古いやつ。これピックアップじゃないよね。ああ、多いな。これピックアップじゃない。ピックアップじゃないけど、あの、メインの常設されてるやつだよね。俺らが出てるのって常設されてるようなやつだよね。そう、俺ら常設。いつでも出るような。コングさんのは、小当たり、小当たり。30連目、いきます。おいしょい。おいおい、全員来たぞ。全員。え、行かもう。え、行かもう。え、
おじゃ、なんもねえじゃねえかよ。なんもねえじゃねえかよ。なんもねえじゃねえかよ。コングは来たよ。コングは来てたな。コングは来てたな。まだ忙しい、忙しい、忙しい。はい、はい、バトルシールドね。これも一応ニューついてる。ニューついてる。これは外れだわ。これは外れです。調節だ。これは調節です。でもさっきの頭は、あのね、デインの威力上がるから。ああ、マジか。うん、じゃあ、ありだね。そうそうそう。チケットなくなっちゃうよ、チケット。40連目でーす。よいしょいしょいしょい。もう2じゃある、もう2じゃある。勝手に来たよ、勝手に来たよ。勝手に来たよ。勝手に来たよ。何それ ?LP 以外勝手に来てます。さあ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 、何それ皆様、お待たせしました。大変お待たせいたしました。体験うおお出してる来た来た出してるやついる ありがとうございます。俺もおズボンズボンズボンスカートこれはなんか奈良さんに並んで出たけど、これなんかみんないいのじゃないの、みんないいのじゃないのこれ。いやちょっと右が圧倒的だな、コングが。ありがとうございます。だよなんだよ、やっぱ引いちゃうよ、引いちゃうよ。お前一番ジェム溜め込んでるやつがさ、そうだよ、なんで一番先に出すんだよ。そうだよ、俺ねジェムそんなないんだから。ちなみにケンシロウちゃっかり優勝できたから。あ、もう優勝ね。おい、お先に失礼します。50連目です。まあまあ低い意味はない。まあ低い意味はないわな。まあ今ケンシロウはもう一回優勝よ。だから10連目ある。2個2個2個ケンシロウ2個ある。2個、俺1個ね。ピザ1個、ピザ1個。うん、でもこれだから2人ともさ、これ引けたよね。引けてるよ、引けてるよ。あー、出た。おそろい。こいつ出すぎだろ、マスク。気持ち悪いよ。マスク出すぎだろ。味わうね、味わうね。俺、あれの盾も出たから、さっき。確かにね。これ、食べてっから、俺。龍神シリーズ。バトルシールドじゃないんだよな。じゃないんだよな。いや、でもこれ、虹のコラボがこんな出るもんだっけ？結構引きいいよね、全体的に。確かにね、虹がね、じゃあ7%。爆死は1回だけ。まだ爆死1回だけ。爆死1回だけね。はい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 。このスタンプラリーどこまで行きましょうか。さあ60連目スタンプラリー始まっちゃったね、2人とも。スタンプラリーはいはい、来たんじゃない、来たんじゃない。ケンシロウはこれ流れ星でカットインなしに1個、2個、ピザも1つ、ピザも1つ、ケンシロウ2つ。1個無理やね。しかもカットインないからきついよな。龍神シリーズマジで揃えてるぞ。マジで揃えてるやん。龍神あと足だけ、足だけ。そのガチャだっけ、そのガチャだっけ。これピックアップ違うやつがピックアップされてる。ヘルピーさん、はい、俺デイン強くなってる。デインは強くなってるね。あとは体験引くだけ、体験引くだけ。それちょっと羨ましいな。デインは強くなってるな、間違いなく。なんでだよ、ピックアップ1個も引いてねえぞ。ちょっと常設の波に襲われてるわ。ルーンバックラーと、ね、王宮魔術指導部。さあ、70連目か？よいしょよいしょよいしょい。ちょっと、100以内には決めたいよ。もうなんか、ロード長かったな、ね、ロード長かったな。意味ない。俺ね。お、2個。2個よ、2個よ、2個よ。あ、ピザいいぞ。21だな。さっきから21だな。21。引くねえ。ただ、さっきから21でわしが1なんだよな、ずっと。ずっとわしが1だな。あ、もう王宮魔術師マジいらないっつうの。もう、何個出んだよ。え、待って、これさ、やっぱカットインないとやっぱしょっぱいわけ、これは。まあ、おお、出た。おお、はい、縦ありがとうございます。縦ありがとうございます。縦。ピックアップ縦、ピックアップ縦。ピックアップ縦。中あたり、ありがとうございます。中あたり。カットインなしで引いてるやん。なしでも、出るっちゃ出るけど、まあやっぱり。出るんだね。カットインがない分、期待値下がるよね。なんだよ、プラチナトレイテ。また P さんがハマるのか、これ。ちょっと P さんしょぼいやつか？やばいよ。さあ、計80連目まで来ましたよ。よいしょ、よいしょ。そろそろ引きたいか？はいはい、流れ星だね。カットインこっち来ました。カットイン来ました。めっちゃ引くやん、めっちゃ引くやん。虹は引けてる。王宮魔術師。王宮魔術師。さあ、こっちピックアップ来るよ。あったー、まあ。伝説言うじゃん。僕ね、武器を避けて引いてってない？武器避けて引いてて。まんべんなくね、まんべんなくね。さっきズボン引いて、固めていくと。ズボン引いて、頭引いて。どんタイプ武器じゃない？はい！武器じゃない？バカ野郎！バカ野郎！カツラ好きやな、お前。カツラ、カツラ2連続はいらんわ。カツラばっかりじゃねえか。くれよ。カツラ1個あげたいわ。カツラと、ズボンと、盾は揃った。あと、武器と胴体か。武器と胴体。っていうか、武器くれ。すげえ出てるな、虹の宝箱な。虹はめっちゃ出てるな。連続で出てるやん。さあ、90連目。だいぶスタンプも進んできちゃったよ。溜まってるね。そうね。流れ星なし。いやー、これやったか。あー、やった。二人してやった。
やったわ。でもすごくない？これだけ引いてきて、初めての爆死ってすごくない？これだけたくさん引いて。そうだね。二人同時爆死。これが2回目かな、爆死。うん、そうね。7% は引けてるよな。そうだな。7% だから、20連に2個。違う。ゴミの 7% なんだよな。3個じゃない、3個じゃない。次次や100連が。ここ一応、これここ一応。来たね、来たね、来たね。確定枠ね。確定枠ね。カットイン欲しいよ。俺がカットイン。なんで俺にカットイン。カットイン、そけんしろ。カットインです。ありがとうございます。なんでだよ。P さんはあれか、ピックアップ確定ではないのね。道が確定じゃない。そうそう。P さんはね。P さんは。ピックアップがないんだよ、ピックアップが。よーしゃ、まあ、ごめん、下、下、下。足下とカツラ集めていく。さあピザンピザンピザン。クールサクロー。はい。ラジネイカ。お前二個目だろクリスクロー。好きやな。ピックアップされてない武器2個目はやってないな。ちょっとねここでね優勝が1000個あったのに気づいたから。優勝な優勝な。あやカットインケンシロウカットインケンシロウカットイン。4個やばいやばい。ここは決めとこだよ。ここ決めとこ。2人で決めよう。2人で決めよう。なんで俺だけカットイン出ないんだよこれ。いやでも4個あったらちょっと4個あったらいけるっしょ。ほらほーまず下ね。喜べぬ。いやでも1個目出たから残り3つもカットインが出てる出てない関係ない確率になったとポジティブに。はいカモンありがとうございます。あー引いたね。ありがとうございます。まあ、上がないが、龍神シリーズ。また龍神。ああ、ゴシパラはいらんな。ゴシパラはいらん。ケンシロウはじゃあここで撤退か？上ちょっと欲しいけど、撤退やな。撤退か。前回マジで行かれたからな。防具一点狙いは、闇。まあ、音楽が寂しくなりました。いってらっしゃい。120連目か。最高ぜー！最高ぜー！はい、流星流星流れ星。ここまで行っちゃったらさ、確定枠2個2個あるよ。今行かざるを得ないよ。あるな。うん、僕は。いやいや、しかもさ、今回縦があるからさ、4分の1じゃなくて5分の1なんだよね。さらに闇なんだよ。なるほど、ね、なるほど。破壊の鉄球より闇なんですよ。5分の1。そういうことね。5分の1か、やめようかな。先に上がってから、クリクロ。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 3本目だぞ。手は2個だぞ。手は2個だぞ。クリスタルクロー。クリスタルクローはな、一人でつけれねえんだぞ、クリスタルクロー。頭につけよ。頭につけよ。飾りな。完全に飾りな。やばいだろ。130? いってらっしゃい。いってらっしゃい。やってるやってる。これやっちゃったんじゃないのこれ。あ、2個。よー、引けてるよ。いや、破壊の鉄球と同じ勢いで回してるじゃないか、マジで。やばいね。しかもさ、虹は引けてんのよな。そうだよ。すごい、すごい、すごい、すごい。おーじゃあ。違う。体。違うね。上手これ。上手すぎ。違うね。噛み合わないわ。やるだろ。兄さんがドツボ。ドツボにハマっています。まあ、3人で引いたら1人ぐらいはハマるわな。応援はしている。頑張ってくれ。頑張れ。140。だから、ね、今気づいた。俺の手持ちの武器からしてね、そんなに多分おそらく、こんな追うものでもない気がしてきた。いや、こいつは強いぞ。こいつは強いぞ。困ってないんだよな。まあ、揃ってるからな。相当最近武器引けてるもんね。なんか実際。つきたくないための言い訳やな。今、まあ、あれでしょ、まあね、100年のピックアップに向けて今予防線はオルゴ何オルゴ何オルゴこれはイオだったかな。ちょっとかっこいいかっこいいイオだったかな。確かおまず、あ、普通に強いまだ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 現役よっしゃーってなれないよな。まあまあまあ剣のな当たり感がでかすぎてな。さあラストねこれね。大丈夫ピックアップクリスタルクロー4本目とか出ないクリスタルクロー。いやピックアップ確定だから大丈夫よ。ここはピックアップここはカットイン確定カットイン確定。俺が出ないと限らないんだ。俺初カットインだからねこれ。初カット。それはやるくないわ。150連目にして、まあ、最後引けばいいんですよ。でも、うん、最後ね、うん、頼むよ本当に。さあ何で締めくくるのか。カモン。ここじゃないここじゃないここじゃない。次だ。次だ。10個目ね。行こう。ズボンズボンやれてねー。
いやーしょっぱい。いやーしょっぱい。5分の1からの5分の1ですね。しかもかぶり、はい、はい。5分の1からの5分の1ですよ。もうざっくりそこ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 やめるわ。あの頂点上の分のジェムが足りません。次のね。次の。まあお疲れさんでした。絶対。はい、今回はドラクエの日記念3人同時ガチャやっていきました。結果発表、コングさんから。40連にて愛犬ゲットいたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。なんてコスパ。ジェム8万貯め込んでて1回しかジェム使いませんでした。ってことは7万何がし残ってる。7万何がし残ってるね。これゾーマ装備バッチコイ状態やな、うん、もういつでも何でもバッチコイよ。ゾーマ装備っていうのは当たりの可能性が高いと。まあさ、普通に考えて大人気魔王ゾーマを外れにするわけないよなっていう、うん、確かに。それはいつ来んの、いつ来んのそれは。いや、わかんないわかんない。あくまで予想だけど、ただ3が来た時点でもうゾーマなんだよね、ラスボスは。あ、割とキンキンで出る可能性あるんだ。キンキンで出る可能性ある。そのゾーマのメガモンの多分覚醒とか来るんだよね。覚醒、心覚醒とかが。ゾーマの心、はいはいはい、ちなみにめっちゃ強いからみんな絶対たくさん買って S 目指して。で、そのゾーマの心にふさわしい、そしてゾーマをぶっ倒せる武器として多分ゾーマ武器くんじゃないかなっていう予想。俺はちょっともう8万ぶっ込むか。ただそれに対して貯金ができてるのはコングさんだけです。いつでもバチコイです、続いて P さんの結果は。私は、150連引きまして、伝説の勇者の衣下っておしゃれなズボン2個。いいな、はい、おしゃれハイカラ、ハイカラな感じ。そうそう、あとクリスタルクロ3本。クリスタルいいな。爪ね、爪ね、頭につけるあれ。そう、爪、両手と頭で、はい、つけさせていただきました。買いに行ってネイルしに行って帰ってきたの。いいなやってるわ。まあ散々な結果でございました。かなりやってるな。しょっぱいね。ジムもすってんてんでしょ。全部すってんてん。7点とかかな。溜め直しです。でケンシロウは110連引いて、剣と頭2つ下2つ縦1個。まあ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 でしょ。まあまあまあだな。これは残り取りに行かなくていいの。5分1ガチャはマジやめでしょ、防具は。まあそうか。いや、これね、逆に剣が取れてなかったら追うあるんだよ。剣は天井がある。はいはいはい、なるほどね、なるほどね、うん、ただ防具は天井ないからマジ闇なのよ。これ以上追えない状況になった。追いたくても追えないな、これは。というわけで戦略的撤退です。まあやむなしやな。じゃあこの辺で締めたいと思いますが、この動画いいねと思っていただけた視聴者の皆様、今後の動画作成の参考にさせていただきますんで、何卒グッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録やコメントも心よりお待ちしてます。お待ちしてます。週末にはライブもやっていますので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。それでは今日はこの辺でレッツフォーキー。